ダイナガリバーは、日本の競争場、シュボバ。アンバーダイと並ぶノーザンテイストの代表3区である。ヤシロ大グループ初の日本ダービー優勝場でもある。デビューは1985年8月の函館での、新馬戦。一番人気に、支持されながら日着に終わったが、折り返しの新馬戦で一番人気に応えて勝利した。この2戦は、吉永正人が起乗している。 その後、添えが出て間隔が開き、12月の中山でのオープン特別ヒーラギ賞に出走。久々の出走に加えて、初の2000メートルということで3番人気だったが、レースでは2着のマウント2ゾンに一場新1、4の差をつけて解消した。このレースから、ラストランまで、増沢末ワが起乗することになる。共同通信配札機賞4歳になり、 ダイナガリバーは共同通信杯4歳ステークスから指導した。一番人気に支持されたこのレースでは先行して抜け出すというレースぶりで1分48秒7のレースレコードで解消した。しかし、自走に予定していたスプリングステークスが降雪のため翌週に延期された。無理して使っても中1週でサツキ賞に挑むことになるため、 スプリングステークスをパスしたダイナガリバーは、ぶっつけで、サツキ賞に挑むことになった。サツキ賞では、朝日ハイ3歳ステークスの勝ち馬、大神吹雪に次ぐ2番人気に支持されたが、調整に狂いが生じていたのか、動きに、鋭さがなく、ダイナコスモスの10着に大敗した。日本ダービー第53回日本ダービーは23頭、立て、 晴れの両馬場という絶好のコンディションで行われた。八代大グループの総裁、吉田全在は、ダイナガリバーでダービーを取ると、高らかに宣言したのにもかかわらず、サツキ賞の大敗が響き、NHK 敗を解消した、関西の秘密兵器、ラグビーボール、サツキ賞は、ダイナコスモスに次いで3番人気に甘んじた。1000メートルを62秒ごと、スローで流れた。 このレースで道中前目につけ、直線で先頭に立つと、追ってきたグランパズドリームをハンバシンを抑えて優勝した。起乗した増沢はこの時48歳7ヶ月5日であり、史上最年長のダービージョッキーとなった。セントライト記念菊花賞ダイ大ガリバーの秋初戦は、セントライト記念だった。一番人気に支持されたがレジェンド帝王の4着に、敗れた。続く、 京都新聞杯も2番人気に支持されながら竹の駒吉の4着に終わり、大長リバーは右回りでは走らない、大長リバーはダービーでもお仕事を終えたと競馬関係者に思われるようになった。ところが5番人気に人気が落ちたクラシック最終戦のキッカ賞では持ち前の先行力を活かして粘り、勝ったメジロデュレンから首差の2着に入り、自力を見せた。 有馬記念有馬記念では、前年の2冠馬、美保新山、貧馬三冠馬、メジロラモール、天皇賞馬桜豊王に次いで4番人気に支持された。平均ペースで流れたこのレースで、道中4番手につけると、直線で内ラチ沿いをしっかりと伸び、同じ場所のギャロップダイナーを2着に引き連れて優勝した。表彰式では吉田が、 ダイナガリバーとギャロップダイナの両馬の手綱を手に取ったことで話題になっている。日本ダービーと有馬記念を制したことが決め手となり、ダイナガリバーは1986年度の優秀少年度代表馬に選出されている。5歳となり、天皇賞を目指して日経賞に出走したが3着に終わった。この頃、秋に外線門賞に挑戦するため、 フランスに遠征する計画が持ち上がっていたが、天皇賞前に骨折してしまい、この計画は頓挫してしまった。秋には骨折が言え、毎日王冠から復帰したが12着と、大敗、続く有馬記念も14着と惨敗し、この有馬記念を最後に引退した。引退後は、レックススタッドで種ボバとなり、大賀賞優勝オーバーファイトガリバーを含むことの重賞馬を出した。 タネボバを引退後は虚勢され、ノーザンホースパークで、功労馬として、余生を過ごした。2012年4月26日、戦通で死亡している。半ニにマイラーズカップなど重賞3勝のカズシゲが、全妹に、中央競馬で2勝し、エリザベス女王杯で4期したダイナシルエットがいる。ありがとうございます。